しかし全くいい考えが浮かばないな。どうしたもんか。いつもリヴァイ兵長にお世話になってるだろう。兵長に日頃の感謝を伝えたいと常々思っていたんだ。だがいざ4人で具体的なことを話し合ってみるとなかなか話がまとまらなくてな。俺はやっぱり班としてさらに戦果を上げることが一番だと思うぞ。私はみんなで掃除をするのがいいと思うな。本腰を入れて隅々まで磨き上げてやるの。だが俺たち4人がいくら頑張って掃除したって本気を出した兵長には及ばないんじゃないか。俺は贈り物をするのがいいと思うかな。うん、贈り物ね。とまあこんな感じでいつまでも決まらないんだ。お前はどう思う？新兵のくせに分かってるな。なかなか見込みがあるじゃねえか。まあ確かに贈り物ってのはいい考えだよね。それとオルオ、その話し方いい加減にやめてくれない？しかし兵長のことだから何か凝った贈り物をしてもそんな暇があったら訓練しろって言われるんじゃねえか。そうだね。贈り物って簡単に言うけど考えてみると何を送ればいいのかわからないし。そうだな、それがいい。みんなで少し考えてみよう。よし、それじゃそういうことで決まりだ。付き合ってくれてありがとうな。それ本気で言ってるの？嘘でしょ、そんなに間抜けだったの？何言ってやがるペトラ。俺は本気だ。それが兵長にとって最も役立つものだからな。ねえちょっと聞いてよ。兵長への贈り物、オルオが掃除道具はどうかって言ってるんだけど。ほら見ろ、兵長の役に立つものを送るのが一番いいんだ。しかもただの掃除道具じゃねえ、すっげえ水を吸う雑巾だぞ。確かに実用的だし兵長の役に立つかもしれないけど、いくらなんでも雑巾を贈り物にするのはないと思う。やはりペトラは分かっていないな。その程度では俺の女房を気取るにはまだまだ。ねえあなたはどう思う？雑巾を贈り物にするっていう案。そうだよね、雑巾はまた別の機会にしなよ、オーリュウ。なら他にいい案でもあるってのか？俺に反論するなら代案を考えてからにするんだな。はあ、オルオに相談したのが間違いだったのよ。もう自分で別の案を考える。ま、俺以上の案を思いつけるとは思えねえが、楽しみに待っててやるから、せいぜい考えるんだな。はあ、ここもパッとしないな。やっぱり最初に見たお店が一番かな。こんにちは、あなたもお買い物に来たの？そっか、実は私もお店巡りの最中だったの。兵長への贈り物にちょうどいいものはないかなって。少し高めの紅茶を贈ろうかなって。兵長は紅茶がお気に入りなの。高級品だけどね。まったく、その程度の案しか浮かばないとは。
お前の発想力は俺の足元にも及ばないな、ペトラ。なんでここにいるのよ、オロ。雑巾よりは紅茶の方がよっぽど贈り物らしいと思うけど。兵長なら自分の好物より役に立つものをもらった方が喜ぶと思うかな。まあお前には分からないだろうが、俺には分かる。なぜだか分かるか。それも分からんのか。だからそれ本当にやめてくれる。昔はそんな喋り方じゃなかったよね。ごめん、つい熱くなっちゃって。でもみんなが納得できるような贈り物じゃないと意味がないと思うの。はっ、まあそこだけはペトラの言う通りかもな。他の二人の意見を聞いてみるべきかもしれん。だがきっと俺の案に感心して採用になるだろうよ、ペトラ。それは絶対にない。しかしこの間の件、兵長に何を送ったもんかな。お前は贈り物とか慣れてるんじゃないのか、エルド。いや、すまんが俺にもお手上げだ。いろいろと考えてはみたが、どれも一長一短というか。ああ、お前か。なあ、兵長への贈り物の件だが、ペトラたちがどんなものを考えていたか聞いてないか。なるほど、実用性が高い雑巾か、兵長の好物である紅茶か。さすがに雑巾はないだろう。それはともかく役に立つものか兵長の好物かならお前はどっちがいいと思う。まあそれが一番だろうな。しかし形に残らないものを送るってのも少し物足りない気もする。兵長の好みに関係するものでかつ形に残るものか。そうだ、ティーカップなんかはどうだ。ティーカップか、そりゃいい案だな。カップを買うならいい店を知っているぞ。今度みんなで行ってみるか。よし、オルオとペトラにそう伝えておこう。次の任務の後にでも兵長に渡せればいいんだが。そうだ、次の任務にはお前も参加するんだったな。せっかくだしお前にも贈り物に立ち会ってもらおうか。そうだな、それがいい。お前が意見をまとめてくれなければ決まらなかったからな。よろしくな。間違っても任務中巨人に食われたりするんじゃないぞ。そういうことだ、予定開けとけよ。お前新兵にしちゃなかなかいい働きだったな。評価を改めるとしようか。うん、本当に私たちが新兵の時とは比べ物にならなかったよ。お疲れ様。ああ、よくやってくれたと思う。お前の活躍には俺たちも期待しているんだ。これからもよろしく頼むぞ。おっと、それからこの後もよろしくな。ええ、近いうちに兵長に贈り物を渡しに行くから、その時はちゃんと付き合ってもらうよ。いきなりなんだ、お前ら。何か問題でも起きたのか。いや、その兵長、これを受け取ってください。何のつもりだ。俺たちからの贈り物です。よかったら使ってください。お前ら新兵まで巻き込んで何をしてやがる。そのですね、いつも俺たちを信頼してくれる兵長に感謝の気持ちを伝えたくて。それで俺たちみんなで贈り物をすることにしたんです。もしかして
気に入ってもらえませんでしたか。余計なことを考えやがって。いいかお前ら、俺への贈り物なんて考えてる暇があるなんだ。死なねえように訓練でもしとけ。兵長すみませんけど、感謝の気持ちを伝えたかったんです。そうか。だがお前らが無駄死にしねえことの方が大事なことだ。だがいいもののようだ。次に紅茶を飲む時から使わせてもらうぞ。兵長。兵長、一生ついていくっす。あと俺絶対死なねえように毎日猛特訓するっす。今回は私たちに付き合ってくれてありがとね。おかげで計画はうまくいったみたい。まあ確かに、お前がチョコマコとそれぞれの意見を聞いて回ってなければ今頃俺たちはまだ揉めていたかもしれん。ああ、オルオの言う通りだ。礼を言うぞ。またお前に協力を仰ぐこともあるかもしれないが、その時はまたよろしく頼むな。